これパワーを回復しますから勝手に。あ、そうだったんだ。わざわざ後ろから回復しに行ったのは必要なかったわけね。気づきましたよ。あ、回復してくれてるって。後ろから回復したんだけど、結局意味なかったわけだ。ないっすね。これを抜けるの？この電気でギチャってしないと無理なんじゃない？あの汚いの。やっぱり。この汚いやつは無理だろう、もう電気で。誰かヒットした。これまた同じような崩れ方していくわけね。どう？ピアーズはもうなんかデビルメイクライが半分入ってるような状況だね。同じ格好のね。あれ？あれ？壊れない。あれ？なんだこいつ。ここに敵がいるのか。おお、すごい。今度は行った。ここにも敵がいるな。やめようかな。やめようかな。やったぞ。あ、You're gonna be okay. We're almost there. Stay put. See that? We'll be out of here in no time.まさか。死ぬ気じゃないだろうな。Here we go, Pierce. We're getting out of here. はあ。マジか。Goddamn door! That's an order! No,
ダメだったか。ピアーズが助けてくれるのかな。感動のまま終わると思いきやまだあったか。ほら来た来た来た、最後の攻撃だ。とこったい。うん。もうだチャプター5で終わりか。うん。ほうほうほう。あらあらあら、終わりましたな。なんかお前に任せるとか言った時点でそんなことだろうとは思ってたんだよ。ちょっと嫌な感じはしてたんだけど、まさかチャプター5で終わりとは。でも一番いいストーリーだったかもね。そうですね。あのレオン編みたいに適当に終わらずに涙涙のストーリーでした。まさかこれも録画されてないってことはないよね。この長いエンディングを飛ばさずにずっと喋ってたら、レオン編は消えてましたからね。これはチャプター5ってことは、ちょっと一個減ってきたんじゃない？レオン編は6でしたっけ？うん。で、4ストーリーあるから、4、6、24、24話あって、多分15から20話ぐらいになるんじゃないかなとか言ってたけどね、あの重なるところが出てくるからとか言ってたけど、レオン編とはほとんど重ならずに、全然違うストーリーで良かったですけど、これはチャプター5でしたね。でも内容が濃いチャプター5だったかも。まさかの結果でしたね。あと2つ大きなストーリーがあるから、ただちょっと気になるのが、ほらエイダ編はさ、はい、今のところあの人一人でしか出てきてないから、本当に二人でできるのかなっていう心配があるんだよね。エイダを補佐するやつがいるんですか、誰かね。でもさ、ほら今まで出てきたシーンは一人じゃないってことは、全く違うストーリーをするのか、また同じ時間帯が出てくるのかによってちょっと難しいよね。常に2人は。そうですね。もしかするとその今回みたいに、なんだろう、エイダ編はそのシーバイルスにかかった仲間を操作するとかかな。
それ嫌だよね、なんか。あの、ハエみたいなやつを操作しなくちゃいけなかったらもう嫌じゃん。最初からやる気がないとか言って。でもあれだよね、エイダ編早速やろうかっつって、あれ一人しかできないよってなったら、ポカーンってなるから、次の二人が終わったら、はい、このエンディングの後にちょっとエイダ編をちょっと覗いてみましょうか、二人いる間に。そうですね。そして、あ、本当に一人しかできないよってなったら、あとはもののやって、エンディングを見ましょう。はい。で、なんかキャラクターを選ぶときに、その、レオン編だったら、ちょっと後ろの感じが違ったり、今度のクリス編だったら後ろの人たちがなんだっけ、あの、変身する形のやつだったんだよね。その、出てくる敵がさ、はい、後ろに、キャラクターを選ぶときに出てくるんだよね、影で。はい。で、覚えてないけど、次の二人組のときもなんか後ろの影が変わってて、多分そういう敵が出てくるのかなと思ったけど、エイダ編はボーガンが確か出てくるんだよね。はい、選んではないけど、ちょっとエイダ編にカチャってやったらなんかボーガンが出てくるから、一人だけボーガンなんだよね。他の人はなんか後ろに影の敵が現れるんだけど、こういう敵が出ますよ、みたいな感じの。出ますよってわけじゃないけど、なんだろう、ちょっとうろ覚えなんだけど、後ろに映ってるやつが実際に出てきたわ。あのほら、肩が変形するタイプのやつが、クリス編はいっぱい出てきて、はい、それ、キャラクター選ぶときはか、あの、壁にその影が映って気持ち悪かったな。で、レオン編も確かね、後ろに変なのが映ってた。出てくる敵影が見えるんでしょうね、映ってる。うんうん、そんな感じでした。はあ。だけどこれチャプター5までしかなかったかもしれないけど、一番なんか敵が大きかったりさ、でかかったですね。戦闘機に乗ったり車運転したり、最後はもう気持ち悪いの出てくるし、全体的にスターシップトゥルーパー系だったし、なんか最初はなんか FPS か TPS みたいな戦争ゲームっぽくなっててすごい良かった。なんか一番今のところ好きですね。もうバイオハザードじゃなかったけどね、なんか。確かに、普通の戦争ゲームだったけど。遊撃戦でしたよね。うん。ただちょっとピアーズ操作してる人から言わせると、なんか、あれよね。感動するエンディングだけど、生還できなかったのか、みたいな感じで。涙涙に終わっちゃいますよね。せっかくチャプター4まで頑張ってきたのに、みたいな感じがするわ。こっちはさ、何かと助けられてさ。だけどね、俺はリタイアするっつって、お前の番だとか言ってた時に、ちょっとね、このエンディングは想像できるような感じだったんだよね。嫌な感じがしてたんだよね。だいたいバイオハザードそういうこと言うとそうなるもんね。そうじゃん、あの新人もさ出てきててさ、はいはいはい、新人もなんか頑張れよって言ったら、あいつ結局エイダに殺されたもんね。こいつ死ぬぞとか言ってたら本当に死んじゃったじゃん。うわすごいな。曲がすげえ。
わあ、終わった。でも俺から言わせると、ピアーズはちょっとやってみたいですね。ああ、逆にですね。うん、その無限に、なんだろう、サイクロプスみたいに電気を出せるのと、自動回復はちょっと魅力的ですね。一定時間すれば体力が回復するので。ああ、すごいすごい。俺はもうね、できるだけラッキーに弾をかき集めて遠くから撃っちゃそっちの電気攻撃で相手がひるんだ時だけナイフに切り替えて速攻していきましたね、心臓に。もう死に物狂いで。もう心臓をめがけてナイフを振り回してましたね。うわ、ピアーズがずっと映ってるわ。Thank you for playing. すごい、最後までずっと20秒ぐらいピアーズが映ってましたね、これ。そうですね。やっぱ作ったカプコンも、これはピアーズの人かわいそうだろうってことで、最後まで映してくれてたのかな、これ。わぁ、一番の感動作でしたなぁ。よかったですね、これは。なるほどな。やつが食べてたステーキか。キャプテン。大丈夫。We've received new orders.Better get to it then. Yes, sir. すげえな。一応アンチバイルスで生き返ったのかと思ったぜ、声が。でも違ったね。お、あ、編集できるスキルセットが20日に増えます。なんかゲットしたんだ。スキル度増えたのって書いてあります。あれ、俺さ、スキル変更画面に行けないな。あ、終わっちゃったな。あ、終わりましたね。うん。さあ、ということで、また。